モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。はい、この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオいちごソースがセットになったもの。もともと糸物語という牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。それからね、糸島は博多アマオもすごくすごく有名なので、はい、いちごソース作ったらすごい美味しいいちごソースができたから、ヨーグルトにかけたらこれまた最高ですということでね、ヨーグルトにかけるもよし、それからバニラアイスにかけるもよしっていうことなんで、ぜひ頑張って、はい、すみません。もう下読みですごい、こんなの本当ねえ、日常って面白いなっていう、お名前あるんですけれども、ちょっとどうしましょう、控えておきましょうか。そうですか、うん、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。この前面白いことがあったのでメッセージしました。はい、去年10月に次男を出産し、母乳で育児中の私、4歳の長男と次男、私でお風呂に入っていた時のこと、突然長男がカブトムシカブトムシと言い始めたんです。私はえカブトムシどこと聞き返すと、長男はカブトムシの幼虫、お母さんのおっぱいカブトムシの幼虫。もうこれひどいです。衝撃衝撃です。まさかまさかです。そうですね、もうこれは私は、採用すべきじゃないんじゃないかって言ったんですけれども、うちの新田太郎くんがですね、ここで実名を出すっていう、新しい季節ですよって、新たな扉を開けましょう。なんだそれ、わけのわからない、小浜ちゃんには分かってもらえるかなと思うんですが、授乳期間中の同意を求めないでください。いやいや、君のさっきのリアクション見たら、もうわざわざこういうこと書かなくてもいいでしょう。授乳期間中ってそうなんですよね。それが長男にはカブトムシの幼虫に見えたらしく、私もあーねと少し恥ずかしいやら面白いやら、4キロ超えで生まれた長男、当時すごい吸引力でお乳を飲んでいました。あんたのせいでこんなおっぱいになった。すごいすごいですね、破壊力が、いやほんとすごい。もうここまで破壊力があると、我々がコメントする必要がないというね。はいはい、できないですもん。いや、それする必要ないです。もうそのね、なんか言おうとしたら私が止めます。よろしくお願いします。はい、さあそれからね、これも行きましょうか、女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。私が2歳半の息子、1歳の娘の年子で可愛い子供たちと遊んでいた時のこと、時期は2月後半、まだまだ寒い冬でした。その時期、息子が車の後部座席に座っておやつを食べることにハマってて、その日も車でお菓子食べるというので、3人で後部座席でおやつ食べてました。しばらくして息子がちゃっちゃ飲むというので、あーお茶ね、お家の中にあるから取ってくるねと言って、私は2人を車に残し、走れば20秒ぐらいだし、車の鍵が息子側のドアポケットに入ってるけど、まあ大丈夫だろう、いつもは片方の後部座席のドアを開けておくんですが、娘が落ちたらいけないと思ってドアを閉めてお茶を急いで取りに行きました。お待たせー、ガチャピー。ちょっと恐れていたこと。そうで
です。私がまあ大丈夫だろうと油断したばっかりに、息子がキーのボタンを押して、鍵の閉じ込めをしてしまったんです。最悪なことにスペアキーはない。私はすぐに息子にボタンを押して、ボタン。一回押してごらん、ボタン。と優しく言いました。息子は不思議そうな顔をしながらピリッ、それ閉まるの方。すると窓越しに、母ちゃん開けてとキーを渡そうとする。だからあんたが押してくれないと開かないんだよ。頑張って押して。押して、最初はキョトーンとした顔だった息子もだん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 不安な表情に変わっていって、私も不安になってきて、近所に住んでる義理の母も呼んで、両サイドの窓からボタン押してボタン押してでも全然ロックを開ける方を押さないんです。だんだん怒った声になってしまったんでしょうね。ボタンボタンと泣き出してしまって、一切ボタンに触れなくなりました。この時点で15分経過。幸い暑い時期ではなかったので熱中症の危険はないんですが、これは鍵屋さんを呼ぶしかないかと考えて急いで電話すると、到着までに最低30分はかかると言われ、あ、こっちはもう急いでるんです、できるだけ早く来てくださいとお願いし、鍵屋さんの、到着を待ちつつ、2人が不安にならないように声をかけておりました。もう息子はキーすら座席に置いてて押す気配はない。早く助けてあげたいのに何にもできない自分が悔しい。そんな時、娘が置いてたキーを発見し、おもむろに手に取ってボタンを押そうとしたんです。私と義理の母は、あ、押して押してと叫ぶと、それに気づいた息子がダメと言って、娘からキーを奪うなんでこのやり取りを何回も繰り返しました。ここで閉じ込めてから30分経過。私はおとなしく鍵屋さんを待とうと思っていた、その時にピッガチャ、開いたんです。そう、息子がよそ見している隙に娘がキーを開けるのボタンを押してくれたんです。開いた隙を逃さずドアをガチャッと開けて、無事2人を救出。本当に夏じゃなくてよかった。ちょっとした油断で子供たちを不安にさせてしまって、2人にごめんねごめんねと謝り、到着した鍵屋さんにキャンセル料6000円を払って無事解決しました、はい、そしてその日から息子は車に乗ると一切言わなくなりましたそんな2人も4月1日から保育園に通います。今日から保育園、およそ2年間24時間子供たちと一緒で大変なこともいっぱいだったから、ようやく解放されるっていう気持ちと、半分はやっぱり寂しいという気持ちが交差する春です。保育園でいろんな経験しておいでね。母は2人の成長を楽しみに仕事頑張ります。ねえ、大変だった。そうですね、まあ、なのでね、あの、なんていうか、鍵とかね、そういうものに関しては、はい、これはもう警鐘を鳴らす意味で紹介いたしました、はいはい、皆さんね、ぜひ注意いただければというふうに思います、はいはい、私は、まあ、通常のタレントとして言ってるわけではありません、博多警察署の広報大使という、はい、ステッカーも立派なステッカーができてたじゃないですか。そうですね、そのイベントもですね、来週の土曜日やるのかな、はい、4月10日にねイベントやるっていうことなんで、それも楽しみです。では1曲、あ、いけないですか。おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム